皆さんこんにちは、チューリップです。サンブルの新作秋冬ケイト、サイサイヤン、小春日和、こちらどちらもキャンドゥの新作ケイトです。今日はこちら2つ一気にレビューしていきたいと思います。サイサイヤン、こんな感じです。はい、糸はですねこういうポコポコついているものですね。小春日和、こちらこんな感じです。はい、結構細めのウール糸って感じです。こちら2つを使ってパンチニードル、フリーステッチングニードル、どちらも使ってこんな感じの、モコモコしたなんか冬っぽい猫、着ぐるみを着ちゃってるような猫モコモコをまとった感じの猫、そういうのを作ってみようかなと思います。はい、まずはですねこちら猫のお顔の中心から作っていきます。スタンド一つの上にフリーステッチングフープを置いて、フリーステッチングニードルと小春日和を使います。中から糸を出してきまして、糸端を探します。あったあった、小春日和をフリーステッチングニードルに通します。フリーステッチングニードルの針の長さは一番長く設定します。はい、小春日和とても細いのでニードルの中も結構スルスルと通るので、これは刺しやすそうです。では他をこちら中心に刺していきます。あ、とっても刺しやすいですね。猫のお顔が刺せました。表見てみます。はい、こんな感じ。小春日和より糸が細いので細かめに刺してあげるとこういう風になります。密度たっぷりめに、広めに刺すとスカスカな感じになりますので、たくさんたくさん細かく刺してあげるとモフモフっとした質感が出て可愛くなります。では続いてこちら猫の外側ですね。サイサイヤーンとパンチニードルを使って作っていきます。こんな感じ、可愛いですね。これ一個とちょっと小春日和、さっきはこちら鈴という色を使いましたが、こちらです眉という色、この白の小春日和を使ってサイサイヤーンと小春日和を2つ引き揃えてパンチニードルすると可愛くなるんじゃないかと思います。サイサイヤーン、小春日和をこちら2本パンチニードルに通していきます。こんな感じです。かわいいですね。刺すときに、スタンドを1つ増やして2段重ねてフリーステッチングフープを乗せます。
特に何の引っかかりもなくプスプスさせます。はい、3周できました。一回ここで糸を切ります。表どんな風になっているのか楽しみですね。見てみます。おー、すごいすごい、あったかそう。じゃあ耳もつけておきましょう。はい、表見てみます。おお、サイサイヤンと小春日和を引き揃えてパンチニードルするとこんな風になります。では仕上げていきましょう。使うのは黒の毛糸です。花はピンクの毛糸で刺繍します。
刺繍できました。パンチニードル用ボンドを塗って糸を固めていきます。はい、たっぷり塗りまして、しっかり伸ばして染み込ませてください。ではこのまま表に向けて枠から切り取ります。モコモコを切らないように注意です。そしてこちらの周りの布をに切り込みを入れて、はい、内側に折り込みます。パンチニードルがまだ乾いてないので、そこにくっついてくれます。クリスマス猫のブローチできました。今日はキャンドゥの秋冬ケイト、サイサイヤーンと小春日和を使ってクリスマス猫のブローチ作ってみました。いかがだったでしょうか。よかったら参考に作ってみてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。